ボンタンはカリマンタン島の東カリマンタン州にある都市である。面積は497.57平方キロメートルで、人口は2012年時点で175,830人だった。語源は移民が主に住む謙虚な村だった状態を指しており、インドネシア語でボンは領収書、タンは借金を表す。 ボンタン氏は三つの区に分かれる。5世紀、天ロ論に首都を置く、クタイ王国がボンタンを支配していた。移民が多く住む、小さな村だった。1972年、クタイ県政府はボンタンを地区にした。1974年、PT バダクへ帰化天然ガスが設立した。1977年、PT ププクカルティムが設立した。アンモニアと肥料を製造する。 この二社ができたことで、ボンタンの発展が進んだ。1984年、町に昇格した。ボンタンは、河口の丘に位置する。沼地や洪水が多く、特に北区で顕著である。地殻運動は、ほとんどない。約600ヘクタールのマングローブがある。アピアピ川から取水している。ボンタンは、熱帯雨林気候である。一年を通して気温は暖かく安定しており、雨は多い。 寒気が5月から9月、雨季が11月から5月に来るが、寒気でも平均80ミリメートル、ガツイ状雨が降る。海に面しているが、漁業の規模は小さい。ボンタンと近くのバリクパパンやマカッサルで消費する分が中心である。一部が香港に輸出される。農業に適した土地が少なく、従事者は4%に過ぎない。 1977年に PT プクカルティムが設立された。インドネシア国営の肥料工場でアンモニアと尿素を地域の天然ガスから製造している。4つのアンモニア工場と5つの尿素工場を持ち、年間185万トンのアンモニアと298万トンの尿素を製造している。アンモニアは国内消費のほか、韓国や台湾、フィリピン、インドに輸出される。 尿素は国内の田んぼやゴム、ヤシ等の栽培に消費される。この会社は一箇所に集まっているものとしては世界最大の尿素製造会社である。他にはメタノールを製造する会社がある。1974年11月26日に PT バダク LNG が設立された。プルタミナヤトタル、ビコ、ジルコとの JV である。年間2200万トンの LNG を製造し、 主に日本に輸出される。1977年に石炭採掘会社の PT インドミンコは設立された。タイのバンプルが所有し、年間1100万トンの石炭を採掘している。主に日本、韓国、台湾の電力会社に輸出している。この地域の伝統舞踊を紹介する。大学族の米栽培の動きを真似た踊りで、田植え、収穫、調理、 提供と進む。祭事の最初に行われる。ダヤクケニアー族の踊りで、英雄が戦争で敵兵を倒す物語である。素早く嬉しそうに、終始叫びながら踊る。ダヤクケニアーの伝統衣装を着て、盾と漫画を装備する。伝統楽器の三ペで演奏する、サクパクの歌に乗せて踊る。風になびく、稲のように踊る、美しい、静かな少女の物語である。 大クの伝統衣装と、片手に5枚ずつ足の羽を身につけた女性だけで踊る。ドラの近くで踊ることが多いことから、この名前になった。野生動物の形に掘った木の面をかぶり、バナナやココナッツの葉を身にまとい踊る。大クバハウとモダン族の儀式の踊りに近い。動物が作物を荒らすのを防ぎ、肥沃な土と、豊富な食料がもたらされると考えられている。 ダヤクベヌアク族の伝統舞踊で病を防ぎ狂犬に噛まれた人を癒す。セルンパイはこの踊りに使われる横笛である。ダヤクベリアンの踊りである。木には悪霊が住むと考えられており、切り倒した際に人々が悪霊に襲われないように踊る。一般の私立学校の他に宗教界が建てた学校もある。大学は三つある。 3歳から2年間幼稚園に通うことができる。小学校は義務教育で6歳から6年間通う。その後、中学校と高校に通い、卒業時は17から18歳になる。ジャワーポス社が所有するカルティムポストとコンパスグラメディア社が所有するトリブンカルティムがボンタンの2大師である。バリックパパンで印刷されるがボンタンのニュースも含まれる。 ボンタンポストという地元紙もある。ジャワポスやコンパス、レプブリカ、ジャカルタポスト、店舗の新聞も読まれている。ラジオ局も多い。主要な FM ラジオは、エスカ FM、ナダボンタンインダー、ラジオスアライマヌエル FM、ライ FM、ブアナ FM、バヤンカラ FM である。PKTV と LNGTV が主要 TV 局である。クタイや、メトロ TV、SCTV、 トランス TV、トランスナ、インドーサイヤー、アントブ、ティビリー、TV1、グローバル、TV といったインドネシアの主要局は受信できる。ボンタンでは、サッカーやバドミントン、フットサル、ソフトボール、バレーボールが行われているが、サッカーが最も人気がある。ボンタンは、ボーントング FC、ボーントングミトラユナイテッド、PS プボーントングの3つのサッカーチームを持っている。 市政府が所有するボーオントング FC は週に2つしかないプロクラブの1つである。ムラーウォーマンスタジアムとタマンラストリスタジアム、ベサイベレンタスタジアムの3つの競技場がある。アメリカの MLB で活躍するトム・マストニーはボンタン出身である。ありがとうございます。